Yeah.
ゴイステバンドです。そう、まあ、でこっからは昨日僕 MC やったんで、こっからは内山くんの MC ということで、俺が MC をやるとクスクスしだす。あの連中がいるということは事前に伝えたんですけど、まあ、じゃあ新刊の時の話をします。鼻水めっちゃ出て新刊の時僕友達いなかったんでソロで参加したんですよ。で周りは意外とグループがありまして、でそんな中同じソロ参戦の光太郎がいて、そこでまあ喋ったりしてたんですけど、そうですね、ちょっと自分がちょっとアウェイすぎる環境に嫌になっちゃって帰ろうとしたんですよ本当。でちょっとごめん帰るわって光太郎に言ったら、光太郎がちょっと待ってと、でなんか俺ここだけが憩いの場だから帰んないでみたいに言ってくれて、そのなんか後押しあったんで、なんか新刊の後のしゃぶしゃぶみたいに言ったんですけど、なんかそれがなかったら阿部みに絶対入ってなかったと思うので、光太郎には感謝してます。ありがとうございます。まあ確かにね、そう他の行ってない、みんな行ってないよ。多分僕たちの同期は行ったの俺と旬ぐらいかな、わかんないけど。文章もいたのか。そうでも本当に文章が違う。そう俺と旬以外はもうみんなグループで参戦しててね。でしかもなんか結構みんなバンド好きで参戦するってよりかは、とにかく新刊いろいろ行ってるやつらが回るみたいなんで参戦してて、アベイだったねあの時はね。そうでもそう、でもそう、そこでシュンと会って、でシュンも音楽こう好きって言って、そこでね意気投合して、そんな投合して
じソロ参戦みたいな、ね、このなんかこうあれ あったよね。そうで、いざねこう新刊終わって、まあ、みんな入るのかなって思って入部会行ったら、男は俺とシュンだけだったシュンしかいない。そう、女子はねもう2人いて、あと文章もいたの。そう、僕たちの絵は最初すごい少なくて、もうそこの最初からねいる戦友みたいな感じだね。シュンはずっとすごい長い。そう、でまあ今回このね俺がやりたかったゴイステバンドを、まあ、シュンとこの可愛い後輩2人に組んでいただいてありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。本当になんかそうすごい、ね、俺にこういっぱい接してくれて、まあ、なんか可愛いなって思ってますいく行くか、開始。あ、すみません、ベースのとこにマーシャルの返しもらってもいいですか。ごめんなさい、僕のとこもちょっとマーシャルの返し、すいません、私のとこもマーシャルの返しあれ全然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 全光の中で光を描いて
Yeah.